一つやっぱありますわ。それはあのアニメーションスケールをゼロにするっていうやつですね。Android の設定でこうちょっと英語なんですけど、下に行くとシステムでアドバンスとデベロッパーオプションっていうのがあの出せるんですよ。でデベロッパーオプションのところに行って、これか、そう、ウィンドウアニメーション、トランジッションアニメーション、アニメーションの長さとか、要はアプリの例えばこう切り替える画面だとか、ホーム画面に行く速さとか、とにかくもうアプリのローンチとかもめちゃくちゃ速くなるんですね、挙動が。っていうのはアニメーションを描画しないから、その負担が GPU にかからないし、あの描画しないだけあの画面に現れるのも速くなるので、サクサク感が異常に増す設定です。基本まあ iPhone みたいにアニメーションが綺麗だったら僕も多分この設定いじらないんですけど、 Android ちょっといかんせんアニメーションの完成度とか美しさが足りないので、消しちゃった方がいいです。ここは譲れないですね。